トーラスロケットはオービタルサイエンシズ社が開発した人工衛星打ち上げ用の使い捨て前段固体燃料ロケットである。トーラスとはおウシ座の英名である。OSC の運用する空中発射ロケットペガサスとデルタ2等の中型ロケットの間を埋める軌道を投入能力を持つロケットを目標として国防高等研究局の支援のもと開発された。 ペガサスの地上発射バリエーションがトーラスである。当初は SSLV と呼称され1989年に契約が行われ開発が進められた。政府機関用人工衛星や商用人工衛星の打ち上げに用いられるほか、前段個体で即応性の高い設計により、軍事衛星の打ち上げにも適している。1994年の初飛翔以来、9期が、 打ち上げられ6機が成功した。通常の場合ロケットの初段は第1段と表記するが、OSC ではトーラスの初段を第0段と表記している。これはトーラスがペガサスの地上発射バリエーションとして開発されたという経緯によるもので、これを踏まえ本校では初段を第0段と表記する。トーラスは第0段から第3段、または 第4弾までで構成される4弾、または5弾の全弾固体燃料のロケットであり、モーターは全て ATK ランチシステムズグループが製造する。第0弾ブースターとして、ピースキーパー ICBM の第1弾である TU-903 やキャスター120を採用し、その上段としてペガサスとほぼ同じモーターを用いる構成を持つ。 上段モータのペガサスとの主な差異は、翼や可動ノズル水力変更制御能力の、有無による姿勢及び誘導制御方式の違いのみで、あるが、一部モータでは推進材料にも差異が認められる。第四段はオプションであるが2008年までに使われた、ことはない。トーラスの構成は4桁の数字によって表記され、大まか2000番台の SSLV トーラス、2000番台の 標準型トーラス、3000番台のトーラス XL の3種に区分される。他に、フェアリングや、第3弾の種類、第4弾の有無によってさらに細かく区分されている。構成と番号の対応を以下に示す。エアフォーストーラスの打ち上げ。トーラス、トーラスロケット2号機。g f を打ち上げにてトーラス、8号機。オコ打ち上げ前の発射台に据え付けられた状態。 SSLV トーラス数字による区分で1000番台に当たる軍事用トーラスである。ARPA が使用する場合は ARPA トーラス、空軍が使用する場合はエアフォーストーラスと呼ばれるが、構成は同一のものであり、共に第0弾ブースーとして、ピースキーパーの初弾 TU-903 を採用しているのが特徴である。3機が打ち上げられ全て成功している。 トーラス数字による区分で2000番台に当たる商業、打ち上げ用の標準型トーラスである。SSLV トーラスとの際は、大霊弾ブースターに、キャスター120モーターを採用している点にある。このモーターは ATK が TU-903 を元にして、商業打ち上げを行うアテナ用に開発したものである。大霊弾の最大加速度や構造質量が改善されており、 機動投入能力は向上している。3機が打ち上げられ、1機が失敗した。トーラス XL 数字による区分で3000番台に当たる商業打ち上げ用の増強型トーラスである。標準型と異なり1、2段にペガサス XL と同様の拡張型モーターを用い、機動投入能力の向上が図られている。3機が打ち上げられ、2機が失敗した。 急機の打ち上げはすべてバンデンバーグ空軍基地 LC-576E から行われている。2013年2月に、トーラス XL での打ち上げを予定していたオコにはキャンセルされ、別のロケットを使うことになった。OSC は、アメリカミサイル防衛局の地上配備型、ミッドコース防衛システムにおける、地上発射式の弾道弾迎撃ミサイルとして、 大気圏外迎撃隊を搭載するオービタルブーストビークルを供給している。これはトーラスライトとして考案されたものでトーラス XL の第0段ブースターを取り除き第1段ノズルを地上発射用に回収した構成を持つ。OSC は NASA との商業機動輸送サービス契約に則り国際宇宙ステーション補給機シグナスと それを打ち上げる中型ロケットのアンタレスを開発している。原型機とは異なり、第1弾にアージ二2 6から62を2機用いる液体燃料ロケットであり、2013年に初打ち上げが行われている。ありがとうございます。